鳥だ、飛行機だ、いや、折り紙スーパーマンだ。てんてててん、てんててん、と、マントをはためかすスーパーマンを作ります。てんてててん、てんててん。まず、折り紙を裏返し、半分に折ります。折り筋をつけ、広げ、今度はこの手前を中央に折ります。そして折り筋をつけ、広げます。向こう側の端を今つけた折り筋に合わせて折ります。全体を横に折ります。そしてこの部分持ち上げて指を入れ潰します。このラインとこの下のラインが合うようにこのように重ねて潰します。そしてこの部分右側に倒します。この左側も同様に持ち上げて指を入れラインを合わせて潰し、この部分このように左側に開きます。この一枚をこのように向こう側に開きます。だいたいこことここが同じぐらいになるようにしてください。そしてこの部分このように潰します。さらにこの角を中に折ります。中に折ったら今度は一度広げてこの角をこの中に入れます。このように中にしまいます。こちらの角もここを広げてこのように中にしまいます。ここをこのようにすっきりとさせます。このラインで全体を山折りし、折り筋をつけて広げます。ひっくり返すと、ここに谷折りの折り筋がついています。このラインで、この折り筋で、この1枚をこのように広げ、そしてこの角は向こう側中央に持っていきます。このような形を作ります。全体をひっくり返します。この部分、顔になります。この三角をこのように手前に倒し髪の毛を表現します。シールなどで顔を描きます。そしてこの部分このように垂直に起こします。これでスーパーマンの完成です。この腕の付け根あたりを持って左右に引っ張れば、パタパタパタっとマントをはためかせます。ぜひ作ってみてください。
パンパパパーン、パンパパーン、パンパパパーン、パンパパパーン。